はですね、なんと、久しぶりですね、八幡神社にて、いろいろとね、今週は、1周年ウィークというわけでやってまいります。では、ね、今日は、八幡神社の宮司さんはちょっと忙しいので、山村さんが、声だけであれば OK だよということだったので、出演していただきましょう。こんにちは。こんにちは。久しぶりですね、なんか。そうですね。何ヶ月ぶりですか、ね、ぶりぐらいだっけ 4ヶ月。11月ぐらいには来た時にあったのかな。そうですね、2個の神社巡り以来です、ね、あれはいつだったっけ去年の10月あたりじゃないですかね、確か。じゃあもう、半年弱ぐらいぶり。そうですね、はい、あ。なんか、いろいろとありましたけど、八幡神社もどうでしたなんか、あれ以来。あれ以来、はあ、そうだね、時期的にはまあ、お正月を挟んでるんだけど、まっちゃんはあれだよね、お正月、ここに来て。ああ、なんかあそこで、お札配りとかやりました。うん、ね、何日のこと、それ。それは、12月の、31日の深夜からだったので、ここで年が変わる時に来てて、あ、来てくれてたんだ。そうなんですよ。それは実際働いてみて、まあ、お応してみてどうでした。ちょっといつもね、まあ例年とは違うようなお正月だったんで、まあスムーズに配れたかなって思います。お札配りだったんで。あ、そうだったんだ。そうなんですよ。なんか雰囲気とかどうだった。なんか実際さ、その1年で一番、まあ忙しい時期に来てもらったんだけど、まあでも言っていつもよりなんか強風がすごかったですけど、結構すごい静かな雰囲気で。ああ、そうだったんだ。なんか正月って感じですよ、なんか。あ、そう、うん。ちなみに初詣とか毎年来てるの？あ、そうですね、ここに今年はちょっと遅れてきちゃったんですけど。ああ、そうなんだ。はい、成田山の方行ってから来て。12月の31日の深夜に行くとかしてるんですけど、今年はちょっと遅れちゃったって感じ。そっか、はい。まっちゃんは逆にどうでした？このお正月挟んで、この3月で YouTube を始めて1年？はい、そうですね。なんか1年前は、なんか1年前の動画見ててもそうなんですけど、自分なんか何をやりたいのって感じだったんですよ。でも今はなんかすごいなんかやりたいことがはっきりしてきてるし、って感じですかね。なんか編集も1年前よりかはなんとなく、自分で言うのもあれなんですけど、なんとうまくできているのかなと思います。1年前はそもそもなんで始めようってなったんだろう。そうですね、1年前は当初の予定では八幡市を中心になんか特産物を広げたいとか、八幡市のいいところを広めたいとか。それでまあ、まっちゃんねるさんは来てもらったんだ。そうなんですよね、八幡神社を中心にちょっと神社巡りをやって、ちょっと今後の神社巡りの予定とかも結構進展に活かせようかなとか、いろいろと思ってます。はいはいはい、解説とかも入れてみようかなと。今はじゃあそうやってちょっとずつやっぱりこうしていきたいとかっていうのが増えてきたんだね、1年経って。
そうなんですよね。なんか1年前はあのこうしたらいいなとかこうできたらいいなとかだったんですけど、今だとあれやりたい、これやりたいっていう、なんかやりたいことがいっぱいある。例えば最近こう自分がやってみて楽しかったとか、なんかそういう企画とかってあった？一番ちょっとやりたかったのが、飲食店とかに制限中に、なんか今こういうなんか制限かかってますけどどうですかとか話を聞いてみたかったなっていうのはあります。あ、なるほどね。東島さんのそれこそお店はどうなってるのかなとか。そうですよね。南商店街とかはもう今シャッター商店街になんか変化しつつあるので、そういうところに入っているお店とかにもなんか話を聞きたいなっていう。大きくなったよね、1年前。1年前よりかはなんかこの辺になるかのようになって、